そう、では表題のタイトルの文献についてと丸山が紹介します。はじめにそのここで扱っているタスクの説明なんですけど、何回文、ここでは、長くて読みにくい文ですねを何回文と呼んでます、を短い文に分割するというようなタスクです。で、例えばこのこういう約束の時間になったが彼女は来ないので電話かけたとかある場合には、なんかこう時間になっても来てないっていうのと電話をかけたっていうのを2つの文に、分割していますっていう、こういうようなタスクです。で、その類似するタスクとの比較なんですけど、ここでは、シンプリフィケーションの中の一部としてその文分割っていうものを取り上げていて、で、そのシンプリフィケーションと一番違うところは、意味を絶対に保持する必要があるっていう部分ですね、が、シンプリフィケーションと異なっている部分です。なんで、語の削除とか、あとはその語彙レベルでの、変異化とかっていうのは行わずに、情報が絶対に、保持されるような、保持するということが、目標、目的です。で、ここでの、貢献は、ここで初めてそのスプリット&リフレイズっていうものタスクを提案しています。で、このタスクのためにその文分割のコーパスっていうものを構築していて、でそれが、利用可能な状態になっています。で、これを、5つのモデル使って、どういう結果が得られるのかっていうのを検証しているというような論文です。はい、で、初めにその文分割のコーパスの構築についてです。で、これはもともと Web エネルギーデータセットっていうものがあって、それを使っています。で、これは、後ほど説明する RTF トリプルっていうもの と、それに対応する1つ以上のテキストによって構成されているデータセットです。で、 RTF トリプルっていうのはちょっとよくわからなかったんですけど、なんか Web 上のリソースを記述するような枠組み で、サブジェクトとプロパティとオブジェクトという3つの要素を持っていて、例えばこう空の色は青いというものを説明しようとしたときにこんな感じの、表現になるというようなものです。で、これを使って、それをテキストのなんか意味を表すものとして利用することで、文分割のコーパスを作ろうという話です。で、ここに示しているのがその Web エネルギーデータセットの例で、色がついているのが一応その同じ、RDF トリプルを表しているものです。で、こういうようなデータが与えられていて、例えば、この T、 ここの、長い一文とここの3文が対応文分割のペアとして扱えるんじゃないかなとか、こことここを足しくっつけたら、ここと同じような意味表現になるので、それが文分割のペアとして扱えるんじゃないかなというのが、コーパスを構築する時のここでのアイデアになっています。で、実際の、構築手順はこの、3つのステップで、構築しています。で、最初が、その Web エネルギーデータセットをこの、テキスト単位で与えられているので、それを文単位に分割します。で、分割するときは、スタンフォードコア NLP を使用して、で、ちょっとうまくいかない部分っていうのを人手でこう修正しているようです。で、その後に、さっき説明した RDF トリプルと文の数に基づいて、このような対応、これでワンペアの対応を作ります。その何回なテキスト、何回文ですね、一文と、それに対応するような意味表現に対して、分割後の、テキストと、それに対応するような意味表現というようなペアを作ります。で、最後にその何回分の、RDF トリプルのなんか順番に基づいてこう、ちゃんとその何回分に対応するような順番になるように、分割後のテキストというのをなんか並び替えています。
るようなもので、実際に、構築した結果がこれで、データサイズは100万ペアくらいあって、で語彙サイズ、ボキャブラリーのサイズは、3000という、データサイズはすごく大きいんですけど、ボキャブラリーのサイズはすごく小さいようなデータセットになっています。で、さっきの、ウェブエネルギーので説明したような、ですね、こう一つの文に対して、複数の文、一つの文に対して文分割されたようなテキストがこう対応づいているというようなことが分かると思います。はい、で実際に次このデータセットを使って、文分割を行います。でモデルを5つちょっと紹介します。で、最初にそのこの文分割の問題をどういうふうに解くかっていうところで、ある、難解文、長い文が与えられた時に分割されから、分割されたテキストを予測するというような式で、ここではその意味表現というものを、別なデータとして扱っているので、その意味表現を、考慮しているような場合というような感じで式が3つあります。で、それぞれの場合に対して、モデルですね、この辺は上の3つはもともと提案されているようなモデルで、それをそのまま分割の話に使っています。で、あとは上の話をちょっと組み合わせて、ここで新しく提案しているようなモデルが2つあります。はい、でこれはもともと提案されている手法で、SMT ですね、フレーズベースの SMT を用いた変化モデルです。で、談話構造というものを利用しているようです。あとはセクトゥーセックは、ローカルアテンションで、インプットフィードアプローチっていう、なんかこう出力層のところのデコーダーの出力層のものをもう一回こう次のインプットにも入れてやるっていうようなアプローチを行っています。はい、でマルチセックトゥーセックっていうものが、その難解文と、それに対応する意味の表現、さっきの RDF トリプルを、別々なエンコーダーに入力して、で、それを組み合わせてデコードするというようなモデルです。で、あとは、最初に、ここで提案している手法で、意味の表現、その RDF トリプルの意味の表現というものを最初に確率モデルで予想してやって、それと、難解文というものを組み合わせて、分割後のテキストというものを予測するというようなモデルです。で、2つの違いは、その前に説明した、マルチセクツーセックか、セクツーセックかのどっちかを、最後の講談でどっちを使うかというのが、2つの違いです。はい、で、タスクをまとめるとこんな感じです。C は難解文で、MC はその C に対応する意味表現ですね。で、あと T が分割後のテキストで、その M っていうのが T に対応する意味表現になっていますですね。はい、で、実験の結果です。実験は、ブリュー、その何回分に対して何分あるかっていう分の数と、1分あたりのトークン単語の数っていうものを表しています。で、ブリューはちょっと短いものに対してちょっと高いスコアが出てしまうんで、あんまりここではちょっと適している評価ではないんですけど、それは承知の上で、著者らは、ブリューで
評価しています。でソースっていうのが、元々の南海文っていうのそのままのものですね。であと下が、さっき説明した5つのモデルです。で、このハイブリッドシンプルっていうモデルだと、その最初の前処理のなんか意味解析の部分でちょっとうまくいってないのであんまり高いスコアが出なかったというような考察をしています。あとは、なんかセックトゥセックとか、マルチセックトゥセックだとうまく 適したその分割に合ったような出力っていうのが得られなかったというような話がありました。でそれに対して、ここで提案しているモデルっていうのが、ブリューとかで見ると、かなり高いスコアであるあって、その意味表現を最初にこう意味表現の分割っていうのを最初に予想してやって、その後に、それを使ってジェネレーションするっていう2段階のステップが、ここではうまく効いているというような考察でした。で、実際に出力例がこんな感じで、ちょっとセックトゥセックとかマルチセックトゥセックだとうまく正しい分割にはなってないようなっていうのが分かるかなと思います。はい、でまとめです。でここでは、スプリット&リフレイズっていう新しい、変異化のタスクっていうものを提案しています。でここで構築した分分割コーパスっていうのは、利用可能な状態で提供されています。で、それ使って、5つのモデルで試してみて、そのスプリット&リフレイズのがどういうタスクかなっていうのをが少し見えてきたかなというような結果です。以上です。